緊急招集、緊急招集。ブレイ隊員、ジュリー隊員、ルアン隊員、至急教官室へ集合願います。緊急任務を通達する。最優先でことに当たれ。重要機密を輸送中のヘリがエンペイの攻撃を受け立ち往生しているとの報告が入った。エンペイ？またユキ族の仲間か？そうだ。辺境で小物が群れているだけかと思ったが、機密を狙ってくるとは。ネベックの対抗勢力に機密を渡すわけにはいかん。何としても回収するのだ。了解です、ヴィーガン教官。現場へ向かいます。現場は混乱が予想される。装備を整えていくのを忘れるな。行くぜ。この辺りだっけ？そのはずだよ。まずは周辺を探そう。にしてもあっちな。だる、焦ったらだら。寒いところばっかりだもんね。私もこういうの苦手。あれじゃん。撃墜されてる。容赦なしね。めちゃめちゃだ。ひどいことしやがって。機密らしきものも見当たらない。エンペイたちに持ち出されたのかな。まずいわね。一番星くん探すわよ。わかった。見て、地面に運び出した跡があるよ。ほんと、奥まで続いてるもんね。よし、行ってみようぜ。あそこ、ずっと重要機密だよ。
やっぱりキラキラだ。ブレン？あ、ブレンだ。大丈夫か？
届いた声が嬉しい。届いた？ああ、声なら聞こえてたさ。キラキラってさっきからずっと。雪族の言葉が通じてる？あの二人すごいや。言ってる場合？ねえ、教えて。何があったの？雪族同士でしょ。この地に引き留めておくため。それは私にしかできないことだから。私の力でオーガントを沈めたいのだと思います。オーガント？それってグバンテと対をなす伝説のエイクリット？文句らうるさい。で、オーガントを沈めなかったら？スブリマトゥムへ導かれます。スブリマトゥム？それは穏やかじゃないよ。エイクリットの集団転移現象、資料で見たわ。それ本当ならシャレになんない？スプリマトム？何？一番ボス！だろ。本当に起きんのかな。でも起きたら大変だよ。キラキラちゃんは言ってた。彼女を信じる。まあ力になるのは悪いことじゃないけど、危険なことは。だよな。キラキラちゃんを信じる。スプリマトム。スブリマトムだろ。ちょっとボンクラ諸君、注文。ジュリー。キラキラちゃん？違うわ。私の名はティキ。だって流れ星は私じゃない。ああ、銀ギラ一番星ならこのブレンで決まりだけど。あ、そうか。キラキラって雪族語。確か鬼神族では流れ星ってことだ。で、どうしてここに？その服もそれ、なんでフロンティアベースの？じゃあ、驚いた？リーガン教官に頼まれたの。編入だって。雪族まで受け入れるなんて一気よね。だからって、もうその制服。雪族のじゃ浮いちゃうから用意したの。ありもの着てもらったんだけど、どう？かわいいでしょ。難しい。でかいわね。無駄に。ティキと言います。皆さん、これからお世話になります。任された。調子いいんだから。教官、自分には理解できません。雪族をアカデミーに入れることがか？はい。敵視するだけではなく活用する。頂点に立つとはそういうことだ。もっと学べ。強さにも通じることだ。ブレンと雪族の娘を接触させるおつもりですか？スブリマトムを避けるには彼女が何を考えているかを知る必要がある。スパイ能力を期待するならブレンは望み薄です。可能性を感じるのだ。そうだろう。結構。なんといっても彼はローレンスの息子だからね。
やはりご存知でしたか。スブリマトム回避のために身を捧げる生贄にはかつてスブリマトムを回避した英雄の子。運命の采配だとは思わないか。ダメならクーリスとジュリーを予備としてあてがうもよし。結構結構。予備だと。彼らはパーツではない。君には感謝している。雪族から歩み寄ってくれるとは考えていなかった。今我々が争っている場合ではないということか。その通りです。炎兵たちの混乱にオーガントを巻き込んではいけない。オーガントグバンテと対になる巨大エイクリッドだな。そのオーガントに何かあればこの星のエイクリッド全てに影響を及ぼしてしまう。ならばエンペイには退場してもらい、オーガントは大女神が沈めるということか。はい、それは私の役目。急がなければエイクリッドたちの意識を司る司令神が目覚める前に。オーガントを沈めなければ司令神コアコマンダーが目覚めるというのか。それは避けねばならない。コアコマンダーがどこにいるかわかるのか。まだわかりません。でもいずれわかります。時が来れば。いいだろう。ならば時が来るまではここでの生活を楽しみたまえ。楽しむ。取引が成立したというだけだ。改めて歓迎しよう。ようこそテックベースへ。